ビアナドボーロは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体で、コマルカデビアナに属する。自治体住民名簿によると2009年の人口は1365人。住民故障は、バイオンズ、エサ、カスティーリア語表記は、ビナデルボロ。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は94.95%。ビアナドボーロは、オーレンセ県の東部に位置し、 コマルカデビアナに属する。北はマンサネーダ、オボーロ、アベーガと、東はカスティーリアイレオン州のサモーラ県と、南はアメスキータ、アグディーニャと、西はビラリーニョでコンソの各自治体と接する。自治体中心地区はビアナドボーロ教区のビアナドボーロ地区。1900年には、 ビアナドボーロの人口は8016人を数えたが、1930年には7906人へと減少。1950年には8448人へと増加したものの、この年以降移民として出ていくものが目立ってくる。主な移民先はブラジル、そして国内及びラテンアメリカ、ヨーロッパなどの諸都市である。1981年の国勢調査では6411人。 91年には4672人へと減少している。2008年には3368人。2009年には3382人で、前年より14人増加したものの、2010年には再び3323人へと減少している。ビアナドボーロの主要な産業は農業と牧畜業である。 農業は気候と衝突所有性によって限界があるため、栗生産を除いては基本的に自家消費用である。牧畜業は食肉用に羊、ヤギ、豚などが飼育されている。自治体市長はガリシア国民党のアンドレス・モンテシーノス・ロドリゲス。自治体評議員はガリシア国民党7、ガリシア社会党3、ガリシア民族主義ブロック1となっている。 ディアナドボーロは35の教区に分けられる。太字は、自治体中心地区のある教区。ネーラ、カルロス、エイブルーシャンのウソトゥーゴリーゴポルカンチェローズ、プロザ・プブリカ、HTTP、プロザ・ガル、リクターソ、1263、エボルシオンのウソトゥーゴリーゴポルカンチェローズ、AB、ディースヤナジー、G、グラフコ・エレストロド・デガリツィア・ボリューム27、 p50 から52ジゲルプブラケーションス2009 ISBN 978から8461358458パブロスヨネスデエチョデスデ1900アスタ1991シフレスオフィシアルズデロースセンソスリスペクティボースシフレスオフィシアルズデパブレーシアンリザルトンツゲラレビチオンデルパドロンミューニセプル A1 デエネロありがとうございます